ピボットフレーズ一つご紹介しようと思います。ご紹介したいのはですね、オストラシズムっていう曲のこの部分ですね。ピボットってどういう意味かというと、一つの音を軸として他の音をどんどん触っていくということなんですね。この曲のこの部分でどうやってるか、 C メジャースケール、 C の音を軸としてみたいな感じで、今ずっとプリングしたら C、 プリングしたら C みたいな感じで弾いてるじゃないですか。 C 弾いてプリングしてまた C、 プリングして C、 プリングして C、 プリングして C、しながら C みたいな感じで、でこれをですね、いろんな場所でプリディアンで、で最初にやって2回目に C のああいうようにやって、もう一回プリディアン行って、次 G ミクソリディアン、次 A ミクソリディアンみたいな感じでやってるんですね。これはまあ一アイディアとして、いろんなスケール、いろんなコードで応用聞くと思いますので、皆さん応用していただければと思います。このフレーズはですね、トータルギターメソッドには載ってないんですけども、弾き方わからないことあれば、トータルギターメソッドの質問するとか質問していただければと思います。もし載せるとしたらですね、アドバンスフレーズ編、あ、載ってるかな？ちょっと載ってるかもしれないですね。ただ1000個もコンテンツ書くとですね、自分が載せたか省略したかちょっと覚えてない部分もありまして、もしかしたら載ってる可能性ありますので、もう載ってなかったらですね、またどうやら載って聞いていただけましたら、いつでもライブ放送の時にご説明したいと思いますので、聞いてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。